社長のトモネットでした。こちらのトモネットですが、身の口の活性化を目指し、食べよう身の口拡散に広げよう身の口ネットワークの合言葉を平成14年に設立した企業組織ですね。今日は地元の身の口を含めた美味しい食材を使った食材を紹介します。燃えている私たちの紹介を改めてさせていただきたいと思います。はい、